は今日は発声だけしてきました。なんか前回カラオケボックスでちょっと1時間ぐらい歌い込んだらなんかそんな疲れちゃうからダメだよって怒られちゃったんで今日は発声だけしてきたんですけど、もうよろしくお願いします。手紙を書いたら叱られる、電話をかけてもいけない、ホテルで会ってホテルで別れる、小さな恋の幸せ、ごめんなさいね私見ちゃったの、あなたの黒い電話帳を、私の家の電話番号が男名前で書いてある、奪えるものなら奪いたいあなた、そのために誰か泣かしてもいい、言ったらってしっかり歌ってました。だこれね、一音一音音しっかり歌わないと、歌の内容はこういう歌だからこう歌が崩れちゃうのね、品が。だからこの一行をしっかり歌えれば、あと分かってくるから。あなたは私の宝物、私の